こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。売れた商品はすぐに補充。商品が売れたらすぐに補充しましょう。在庫切れは椅子取りゲームで椅子から立った状態です。素早く椅子に座ってカート取得に有利な状態をキープしましょう。これ個別サポートの会員さんとのやりとりですね。下記商品が売れました。アドバイスお願いしますということでね。まあ商品とカタログページ URL 隠してますけど、まあここにそれが入っててね。まあそれを見ながらサポートしてます。でもこちらね、1209円で仕入れて49.29ドルで売れたとね、申し分ない価格です。ね、3倍以上で売れてます。これは即3個補充して、それから関連商品を3種類探しましょうというアドバイスでね。まあ赤字になってたりね、商品、ライバルがちょっと強いライバルが出てきたなとかね、あるいは、ちょっとこれ問題がある商品だからね、仕入れをちょっと抑えちゃおうかなという場合はまたそういうふうに、指示しますけど、まあ、基本的には問題なければ、まあ、3個補充して関連商品を3種類探しましょうということでね、まあ、何よりもすぐ3個補充して椅子取りゲームの椅子に座ると。スムースに見つかるんであればね、一つ売れた商品ごとに3種類の関連商品を探すということでね、この商品探し等も、またサポートしてますけど、何しろ素早く補充するというのが売れた後、最も重要です。特に今ホリデーシーズンで売れる時期なんでね、もう売れたら即送って、どんどん売り上げを伸ばしたいんでね、できるだけ素早く補充は最優先で行ってください。まあ、ちなみにこの会員さんね、商品探し苦手意識があって、まあ1日15分でいいからね、継続しましょうと言ってね、いろいろ商品探してたんですけども、まあ、かなりいい率ですよね。1473円で47.49ドルとか、164で仕入れたものが11ドル17セント。あるいはね、1009円で仕入れたものは32ドル38セントというようなね、条件で売れてますんで、まあ、これらの商品、プラス、今ね、売れてる他の、今送ってある他の商品も売れてくればね、まあ、どんどん商品見つかって、まあ、年末にはね、ここまで売れたかというようなね、感想を持っていただけるんじゃないかと、楽しみにしてますんで、まあ、ぜひ、他の会員の皆様も、特にね、個別サポートを受けてる会員さんは、何でもこの辺までも全部相談していただいて構わないですし、考えてるよりね、私に聞いてもらった方が早いですし、あとね、この商品は最近、ちょっと、新型鑑定が出やすくなってるとかね。あるいは、これ金額落ちそうだなとか、ね。これももっといっぱい入れた方がいいかなとか。まあ、それらのね、情報、何しろ毎日ね、こういう価格相談とかね、商品相談とかをそれこそ、ね、何十、いやもう、ね、多い時に100以上毎日やってますんでね。全然正確な生きた情報でアドバイスしてますんで、せっかくサポートを受けていただいてるんであれば、有効に使ってください。また商品探し、ね、あるいはね、補充等でうまくいってないなという会社はね、個別サポートでなければ、また個別サポートのアップグレードをお考えになってみてはいかがでしょうか。まあ無料でね、まあこういうふうに変わりますと、ね、こういうことができますと、ね、受けた方が良さそうです。あるいはね、お金がないんだったら見送りましょうというようなね、正直な、サポート、正直な相談をしてますんで、気になる、会員さんは、まず無料のスカイプ相談を予約してください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。